とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、デイリークエストやっていきます。今日はデイリーがね、3が結構出てます。まあ、ここ、だよね。弱体化を持ってるっていうので、ちょっとやりにくいんだよな。で、ここは、敵が帯電を持ってます。帯電は厳しい。ここはいけそうです。はい。所持品が苦痛の矢のみなので、まあ、いけるんではないでしょうか。行きましょう。では行きましょう。苦痛の矢と、あ、危ない。装備。バーストボーストリングさっき遊んでたんだ。そうだ。こっちの方で行きます。苦痛の矢とね、カバンビルドっていうのは相性がめちゃくちゃいいっていうのはもう実証済みなので、いい感じだよね。おーおーおお、結構ダメージあるな。俺装備何してんの？何の装備してるんだ。あ、いや、いいか。こっちでいいか。HP が若干少なくなるけども、火力はこっちの方が全然上なのよ。うん。普通の矢がついてるし、こっちでいいんじゃない？いけるでしょ？うん。これでいきます。おお、いきなりキャプテンが。いるね。とりあえず、矢を無限増殖しときましょうか。増殖完了。問題はここがね、キャプテンが若干少ないっていうとこだよね。ここでね、6体いたこと俺まだ1回もないんだわ。あー、落ちちゃった。え？あれ？え？旗がなくなった。マジか。これダメだわ。旗は絶対いるから。やり直します。さっきのなんで消えたんだろう。まあまあ、途中で落ちちゃったから旗も一緒に落ちたっていう、そういう感じ？おい。むちゃくちゃ効くな。そうかそうか。でも今までちょっと HP 高いやつに慣れてたから、めちゃくちゃダメージあるね。そうか、まあこれが普通だわ。やべ、来た。あぶね。はい。よし。出た、あ、下か。OK。お、脅威が2か。脅威2。かなりいい感じで、変更点がついてきてる。うん。最初の3回はね、もう脅威でいいんだよ。で、後の方になって敵の HP が増えるとか、そういうのにしてほしいよね。だとすごいやりやすい。いい感じかもしんない。問題は、ちゃんと、6体出てきてくれるかどうか。頼むよ。やっぱりないなぁ。いや、2つしかない。なんでだろうね。ここやっぱり、元々が出にくいか、ジエンドみたいに、いないか。どっちかだよね。ここやっぱりいない。うわ、悔しいな。いた。おお、びっくりした。いきなりいた。オッケー。倒す。うわ、やべ。やば。おっしゃ、オッケー。いた。これで4体か。ちょっと待って、死ぬわけにはいかんね。あと1回死ねばね、終わりなんだよな。よし。やってやる。よっしゃ。倒したでしょ？オッケー。モブの HP、80%？ モブの HP が 80% 増加。よし。でもいける。この先にはもういないよね。いないよね。うん、いない。よし、4体いた。じゃあ、あと2体、どっかいるか？いやー、途中で死んじゃいましたね。4つはね、旗は発見したんだけども、ダメだったな。で、今回が、旗がまだ2個しかありません。ここはやっぱり、あんまりないんだろうね。やばい。
ロイヤルガードに一回こづかれると死んじゃうんだよな。よしよしよし、OKOK。いい感じに距離を取りながらやらないといけないもんね。よし。でもこの後はもうボスでしょ？確か。もうないもんな。あ、ボスだわ。ボスだ。はい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 。違う、ここか。あ、倒した。いけた。全然いけた。余裕じゃん。まあでもなかったな。え、なになに。あ、ああ、ピヨピヨピヨってなって、あれを倒さないとダメだったんだな。あー、どっかない、ここら辺とか。ないよね、ないよね。ここはなかなかないみたいです。まあとりあえずクリアですね。まあとりあえず、報酬ですね。おお、255英雄、これワンチャンあるよ。で、あ、あー、なるほどね。次これが出たってことか。このね、19の星なきより結構強かったんだよな。なので、破滅のクロスボウいりません。うわー、もったいなかったー。いらんやつ売っときゃよかった。めちゃくちゃもったいねー。まあ、とりあえず、英雄見てみようか。ああ、ダメ。ダメ。英雄だったらば、絶対ポーションバリアでしょう。ついてない。ということで、いりません。ああ、まあまあまあ。いいか。お供え物にすればいいからね。はーい。今日はね、雪のステージ行ってみたんだけども、あそこって、キャプテン出ないっすよね。あんまり。あそこで6体全部出てきたこと俺一回もないと思うんだけども。難しいっすね。まあ、まだまだ最強装備探していきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。